こんにちは、もえよ SJ です。今回は第119回みんなのサブスク噂の38mm ついに発売、本日23年5月12日に発売されたほやほやの新作セイコー5スポーツ SKX38 のご紹介です。いち早く皆様へお届けしようと飲まず食わずでレビューを制作しています。そして冒頭から言っておきますと、素晴らしい仕上がり、しびれますよ。ぜひ最後までご覧ください。まず外箱内箱ですね。いつものタイプです。だいたいまあ10センチ8センチですかね、内箱は。そして今回はノベルティグッズとして折りたたみ傘ですね。このような感じで、そうですね。セイコーロゴが入っていますよ。じゃーんと、こちらが実物になります。正式名称セイコー5スポーツ SKX スポーツスタイルミッドサイズモデル SBSA227 オフホワイト長いそしてこのモデルは、さっきのみんなのコレクションで皆様の投票により選ばれた一番人気のカラーです。皆さんに選ばれた、ここもポイントですね。カラーバリエーションもとても魅力的で、それでどのあたりが一番トピックなのか、それはズバリ小型化されたサイズです。 38mm サイズにご注目ください。後ほど 42mm との比較もします。レビューの前にご覧のプラットフォーム厳しい運営続きます。お役に立てましたらスーパーサンクスで応援してください。難しいようでしたらグッドボタン、チャンネル登録だけでもお願いします。メンバーシップも募集中です。お届けするコンテンツの更新どうぞお力添えを。 This program is brought to you by SJ。 この動画のチャプターはスペック、サイズ、エクステリア、タイムグラフ、リストショット、コールグショットになります。じゃーんと、いきなり 1.3 倍でいきましょう。こちらはレジェンド SKX のデザインを受け継ぐ新しい5スポーツ、日常仕様にぴったりな EDC エブリデイキャリーとメーカーは歌っています。でそのコンセプトへいかにということなんですが、これいかがでしょうか。これ今アップしていますが、近年の小型化トレンドに沿ったサイズ感が魅力の一つですよ。セイコー5スポーツ、そもそもプロダイバーズではありませんので、イメージとしてですね、38mm のデイデイト付きモデルに付加価値として回転ベゼルがついていて、そして毎日使える、そんな解釈をするとスッと腑に落ちるかなと感じますね。まさに毎日仕様と。でオフホワイトにこれダイヤルですが、ややシャンパンが入っているんですね。で、そしてややサンレイの仕上げも見られるダイヤル、美しいモデルですよ。サイズ感早速いきましょう。スペックとともに外装を見ていきましょう。こちらレファレンスは SBSA227、カラーはオフホワイト、他にブラック、グリーン、オレンジの全4色での展開です。いずれも人気ありますね。そして希望価格は4万700円、実勢価格はお値引き入れて2万4000円前後です。2023年5月現在、原産国は日本、メイドインジャパンです。サイズ感、まずワイドですね。正面に向けましょう。こちらは 38.0 ちょうどですね、 38.0mm。 そしてラグ、ラグ縦ですね、 43.7、これも短いですから、どなたの手首、細腕さんにも余裕ではまりますね。そしてシックネス、厚みはぐるっと回りますと、こちらが 1mm 前後マイナスされて 12.3mm となっています。薄いですよ。ですから何の違和感もね、ポコッと出てないんですよね。 12.3mm です。そしてでは小型化されたところで言いますと、あとはクラウンですね。このサイズ感が直径 6.0mm となっています。 6.0mm。
そんなに操作感は変わりませんが、やや小さくなったなという印象ですね。ここからはハンズオンでいきましょう。ブレス幅はここで20ミリちょうどとなっています。さあ、ベルト交換しやすいですね。そしてカラーリング、先ほど申し上げたように、これ白バッグ、手袋が白なので、今これ白バッグだとこのカラーリングが、肉眼で見た感じと最も近いかなということですね。うん、このぐらいちょっとシャンパンがかっていますね。オフホワイト、まあ名称はそうですけれども。そしてダイヤル一緒に行きましょうか。このように回転させてもですね、わずかにサンレイが入っているかなと、このあたりですね、見えますかね、このあたり、うん、このぐらいなんですよ。ですからバリバリっと反射するタイプではないですね。うん、そして綺麗な、縁取り、インデックス、このあたりがですね、非常に綺麗なんですよ。もうこれアップでもう少し行きましょう。ドンと、これ 2.1 倍なんですよ。もう 2.1 倍というと、かなり、仕上げ良くないと、もうあんまり映せないという感じのレベルですね。それでもこれ本当に綺麗で、何が綺麗かというと、まずインデックスのこの縁取りが綺麗ですね。ちょっと反射させますね。このあたりの仕上げぶり、そしてあとは全部の縁取り綺麗なんですけれども、すべてシルバー色ですね。それからあとはルミブライトのこの均一感がすごいですね。明らかに、クオリティが上がっています。上げています。この外周トラックに、ミニッツが入っていると。そしてここに見えますか、メイドインジャパンですよね。そしてこのバランスどうですか。まずセイコーというブランド名がアプライドされていて、でこの S マークはプリントなんですね、スタンプ。オートマティックもスタンプ。バチッとロゴが目立つわけではないんですね。ですからこのセイコーをすごく押し出していると。絶妙なダイヤル、何回も言ってしまいますが、この S マークとの調和も非常に取れていまして、デザインのバランスに破綻は全くないですね。それどころかもうお見事と言えるバランス感ですね。デザインの大きさであったりとかですよ、素晴らしいですね。そしてこの細部細かいところが、仕上げが綺麗なので、すごく大人の時計ですね。高級感があります。これが2万円そこらには見えないですね、このダイヤルだけを見るとですね。で、このベゼル、回転ベゼル、これはダイバーズではありませんので、ルミのポチはついていないんですけれども、これ実用性に十分耐えうるかなと思いますね。回転してみましょう。120クリックでなった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 と。このあたりは、うん、本当に成功の回転フィールだなという感じですね。うん、とってもまあ重めではありますけれども、確実に止まるので、つるっとずれたりすることはないでしょうね。うん、その点まあ時間を計ったりですとか、まあ私の場合はコインパーキングとか結構使うんですね。まあそういう時にすごく便利が良いので、これは付加価値としてありかなと。そしてサイド行きましょうか。サイドはこのように綺麗ですよね。ツルピカなんですよ。このやっぱりこの研磨とかはさすがの成功ですね。そして形としてはまあ UFO タイプ、下にポコッと出ていますけども、後ほどムーブメントいきましょう。そして反対側、9時方向はですね、これもまた綺麗ですよ。ヌメッとしていますよね。そしてサイドから見るとこのような感じですね。非常に綺麗、このようにツルッと。いやー、これが2万円台かと、まあ、ちょっとびっくりしてしまいましたね。あの仕上げが素晴らしいですね。そして正面から見た時に、ほとんどがブラッシュ仕上げですね。ここは回転ブラッシュになってますね、ケースは。クラウンガードのとこがまあつるっと光っていまして、ここのであたりで切り替えされていると。なるほどですね。切り替えを見るとこんな感じになってます。ここですね。
そうですね、ここの弓管のウェアウェイズフラッシュフィットの部分、ここもそんなに左側ちょっと空いていますけれども、そこまで気にするような隙間ではありませんので、まあここはここのあたりは、うん、お値段以上かなというふうに感じますね。いいな。そして裏蓋行きましょうか。くるっと、裏蓋に回りますと、これはまずシースルバックですね。スクリューバック、ギュッギュッと蓋方式なんですよね。それからムーブメントは 4R36、 パワーリザーブは約41時間、日差はマイナス35からプラス45、80秒間の範囲ですね。重さ言ったかどうか忘れました、もう一度、こちらは 127g ですよ。3コマ抜いて 127g、 軽いですね、使いやすい、デイリーウォッチにまさにぴったりと。そして風防ですね、忘れないうちに、これはハードレックスとなっています。ハードレックスですので、通常の、ミネラルガラスよりは強いですけれども、サファイアには劣りますね。操作性サクッといきましょう。まずギュッと引き出して、秒針ハック機能ありますね。でこれは今午後の8時のはずなので、キュッキュッキュッと回していきますね。そうすると10時20分あたり16、デートが変わり始めていますね。そして漢字表示ですね。でこの23時、目回すぐ0時、あ、そうですね、5分手前、23時55分で、デートがチェンジしました。次に曜日、月曜日が変わり始めましたね。でまず英語に変わって Tuesday、 そして漢字の3時過ぎで、これ今火曜日になっていますね。プチッと、そしてこれ10気圧防水ですね。巻き上げはどうするかというと、一旦閉じてですね、そのまま、シャリシャリといった音が聞こえます。わずかに聞こえる感じですね。本当に静かになったなという印象が強いですね。全体的に、ブラッシュアップされて、どんどんクオリティは上がっているかなと。ハードレックス等々は変わってないんですけども、例えばこの回転フィールであったりとか、これですねは非常に良くなっていますね。すごいなと。さすがにセイコーも黙ってはいられないとしかもこれメイドインジャパンモデルですから、マコがね猛追してますので、オリエントマコが、向こうはサファイア搭載ですからね。そして時間の幅も40秒幅ですから、これ80秒幅ですからね、ちょっと負けている部分もありますが、これまた別のところで勝るんですよ。では早速タイムグラファー、びっくりしますよ。これドーンと、これすぐに落ち着いて、見てください、0秒パワーデイなんですよ。時々マイナスが出るんですが、この安定ぶりを見ていただきたいんですよね。パラパラっとしたホコリとかもう全く出ていないですね。この幅が 0.3 のビートエラーミリセカンズ出ていますけれども、振り角285度、力強いですね。そして、21600振動の6振動タイプで41時間のパワーリザーブです。これゼロが出るんですね。すごいなと。もしかしてセイコー、巻き始めたのではないかと、巻き巻きで行き始めたのではないかと思えるほど、全体的にクオリティが上がっているんですよね。ムーブメントしっかりですよ。これだいたいゼロなんですね。今フル巻きの状態でゼロ、時々マイナス1が出ますが、非常に安定していますねどうしたのっていうぐらいですね。 4R36 です。リストショットの前に、サイズ比較ですね。右側は、オリジナルと言いますか、最初に出た SBSA003 ですねの 42mm サイズ、そして左側は 38mm の新型です。これだけ違うんですね。やっぱり 4mm 違いますから、正確には 4.4mm ぐらい違いますね。かなり大きさ的には小さくなったかなと思いますね。そしてダイヤルの幅を測りますと、ダイヤル幅、ここがですね、こちらが右側が 30mm、
そして左側は27ミリとなっていますね。3ミリ違い、まあ、そんなに小さいからといってダイヤルの視認性が劣るわけではないですね。まあ、こうパッと見ご覧になっていかがですかね。そんなに変わらないですね。リストショットです。先に42ミリ行ってみましょう。このぐらいのボコッとした感じですね。さすがに SKX と同じサイズで作っていますので、オリジナルの、ダイバーズのですね、200メーターです。これは10気圧防水ですね。5スポーツ。このぐらいボコッとしてます。そして変えてみますとどうでしょうか。SBSA227 です。わー、やっぱり小ぶりですね。見た感じすごく可愛らしい感じで、本当に今風だなと。で、薄型1ミリ以上薄くなっていますので、こんな感じで全くボコッと感がないですね。どうでしょうね、まあ男女兼用というよりは、まあ全体的にアジアンフィット、日本人により近づいた、あのサイズにより近づいた、そんな感じがしますね。日本人サイズとしてはやっぱり38とか36とか34でも大丈夫ですよね。そういうのがサイズ的に合うのかなと。ですからグッと近づけますとこういう感じですね。見た感じはスクリーンショットどうぞ。ですからこうご覧になりますとね、意外と立体感があると、ボコボコっとしていますよね。これが特徴かなと思いますね。ルミもすごいですね。あ、そうか、後ほどコールショット、これがすごいですよ。はい、ということでこんな感じになってます。で、裏のバックルも一応行ってきましょう。セーフティーキャッチでこんな感じですね。ですから私の場合は、こちらの6字側を3コマ抜いています。なるべくこのセンター、手首、バックルが手首のセンターに来るように持っていきたいので3コマ抜きましたが、まだややこう右にずれていますかね。まあこれはご愛嬌というところでしょうか。それではコオロギショットです。カチンと、うわー、これご覧ください。左は SBSA ですよ。右がいつもの SBDC101 ベンチマークのプロダイバーズですね。プロはさすがに明るいですね。そして目で見た感じというのは、あ、これはほぼ同じですね。そう考えると、右側は15万円以上ですよ。で、左側は2万いくら。SKX スタイル、頑張ってるなと、38ミリ。と思いませんか?いやー、これは綺麗ですよ。で、まあ唯一、このベゼルにポチがない。そこまで求められていないのかなと。で、残光具合も、ほぼ一緒ですね。ですから100% に対して 100%、両方 100%、同じ明るさがあります。で、残光具合はどうかというと、まあ、プロの方が厚みがありますので、残光は良いでしょうね。ただ、こちらもくっきりと左側、映ってますよね。このあたりがすごいなと。いやー、この成功に引き付けられる、要因の一つとしてこのルミがいいというのがありますよね。素晴らしい、綺麗ですよ。マイソーツです。いかがだったでしょうか。私の第一印象はやはり小型のモデルはこう袖周りの煩わしさがなくて使いやすいと、もうこの言葉につきます。使いやすいです。大ヒット間違いなしかもしれませんね。パッと箱を開けた瞬間は少し小さいかなと感じたんですが、いやいや、これがちょうどいいですね。先ほど申し上げたアジアンフィット、日本人に合うサイズ感に仕上がっていると感じました。ではネガティブはと、そうですね、強いてあげるなら、例えば同じ価格帯のライバルであるオリエントマコは防水 200m、 風防サファイアクリスタルを実現していますので、まあ、セイコーというブランド知名度に負けないようにお願いしたいところでしょうか。とはいえ、ルミブライトの明るさは格上げされて素晴らしく、高級感も増して、なおかつ精度調整も明らかに改善されています。お値段2万4000円前後で想像を超える高級感と、ダイヤルのサンレイも素晴らしく、インデックスの縁取りがとても綺麗。
製造クオリティ明らかに上がっていますね。これは満足度高いですよ。皆様どんな印象を持たれたでしょうか。そしてしつこいようですが、この動画お役に立てましたら、スーパーサンクス、メンバーシップなどなどサポートのほどお願い申し上げます。それでは今回は以上です。いやー素晴らしい。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。どうぞいつまでもお元気で。バイバーイ。